はい、皆さんのお天ともです。有心ゲージの実況となります。今回なんですけども、ちょっとした情報共有をしていきたいと思います。本当にね、短い動画になると思うんですけども、内容はグランドコインに関しての動画です。はい。で、なんでね、この動画を撮ろうと思った理由なんですけど、毎週ではないけど、結構ね、週末土日になると、グランドコインが手に入らなくなったんですけど、不具合ですか、バグですか、なんでですかっていう、そういったね、質問がね、ちょいちょい来るんですよね。うん。急にグランドコインがね、ドロップしなくなった、これおかしいでしょっていう、そういうね、コメントが来たり、あとはそういうのを見かけたりするんですけど、なので結構ね、まだね、グランドコインのその部分について知らない人がいると思いまして、そこに関してちょっとね、話していこうかなと思います。はい。グランドコインね、グランドコインこちらね、月が変わってね、4月30日に購入したんですけども、また再び購入できるようになっております。はい。で、このグランドコインね、そう、急に手に入らなくなるのは不具合でもバグでもございません。はい。ではヘルプに行きましょう。ヘルプどこだ、あった。はい。こちらのグランドコインはショップかな、ショップですね。はい。で、グランドコインショップ、はい、グランドコインの説明が書いてあります。はい。ランクが上限値に達した状態で、プレイヤー経験値を手に入れた際に、消費した AP や BP に応じて獲得できるグランドコインでアイテムを購入できますと。なのでね、有心ゲージを始めて間もない初心者の方は、もうとにかくね、プレイヤーランクマックスを目指して、どんどん AP を消費していきましょうといった感じでございます。ね、プレイヤーランクマックスにならないと手に入らない貴重なアイテムなので、はい。で、今回のその、急にね、プレイヤーランクマックスなのに急にグランドコインが手に入らなくなるっていうアンサーがこの下に書かれてあります。はい。米印、グランドコインの1週間の獲得上限は2万1000枚までとなります。はい、ということです。そう、上限が設定されてあります。なのでね、急に土日になって週末になって手に入らなくなる理由はこれですね。月曜日0枚から始まって、で、火、水、木、金と、で、毎日獲得していって、で、まあ、大体土曜日とか日曜日になって、めちゃめちゃ有志エンゲージやり込んでる方は、ね、マックス上限に達するっていう、そういうことです。はい。なので、不具合でもバグでも何でもございません。ね、ヘルプを見たら書いてあるっていう。はい。で、なんでね、獲得上限を設定しているのか、ね、たまに上限撤廃してほしいっていう声もね、聞くんですけども、まあ理由はね、簡単で、プリコネを参考にしてるからですね。そう。プリコネもね、全くグランドコインと同じマスターコインっていうものが存在しておりまして。で、あれもね、1週間の獲得上限が決められてあります。何枚までかはちょっと覚えてないんですけど、僕毎回達していないので。うん。なので、そこを有志エンゲージが参考にして、獲得上限を設定してるっていう感じだと思います。まあそれでプリコネうまく回って、いるみたいなので、ここ何年も、っていうことですね。まあ有志エンゲージは獲得上限なくしていくっていうのも全然ありだと思うんですけども、とりあえず設定しているのは、とりあえずプリコネを参考にしたからだと思います。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。単純です、単純ね。ヘルプに書いてあります。グランドコインには獲得上限が、1週間の獲得上限が設定されているっていうお話でございました。はい。ということでね、短い動画でございましたけど、このことをね、知らなかった方は今回で知ることができたんじゃないかなと思います。はい。今日ね、ちょっと声があんまり喉がね、良くないので、昨日の生放送で熱くね熱く喋りすぎたっていうのもあるんだと思うんですけど、はい。なのでこういったね、ちょっと短い動画を作ってみました。では、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。
ジーク、グランドコイン。